おはようございます、小前です。気持ちいい天気が続きますね。しかし朝晩結構空気が冷たくなりますので、皆さん体調管理を受けて、今回もバイオルサイト、こちらのですね、いつも愛用しているリフィルがなくなっていたので、昨日ですね、フラーと糸井さんに寄りました。結構人が多くて、で、本当はちょっと動画を撮りたかったんですけども、人が多いでですね、ほとんど海外の方ですね。本当に、海外の方がいろんな、文房具を、見てらっしゃる姿、ああいうのも見るの好きなんですよね。で、ちょっと人が多かったのでリフィルだけさっ と購入して、帰りました。チラッチラッとですね、新しいペンとか新しい文具、結構ありましたね。またゆっくりですね、平日、動画を撮りながら伺いたいなと思っています。このバイオルサイト賞、なかなか持った感触が心地いいので、なんか落ち着きますね。ではスタート。今日は普通の方々はお休みかと思うんですけども、このお休みの朝早い時間、7時、45分ぐらいですかね、この時間帯というのは非常に静かで私は大好きですね。で、今回こちら伊藤屋さんで購入しましたですね。こういう袋も、袋の音も私は大好きです。いつも愛用しているのはこちらアッシュフォーズですね。ナンバーが、すいません、こちらカッターをですねがないものだと思ってグッと押さえたらカッターがあってですね、結構深い傷になってしまってすいません。ナンバー 7660-100 ですね。メモリーフ 6mm、 小口がローズゴールド、気持ちがいいですね。こちらも愛用して結構4回ぐらい購入してますか、ね、このリフィルを補充しましょうか。これのいいところは、小口がゴールドなので、この時にですね、ゴールドにしたいなと思ったんですが、今ちょっと他のリフィルとも利用していますので、なかなかそれが達成してませんね。ほとんどゴールドはない状態です。結構この紙のいいところですね。こう裁断がひっついていますね、これ。珍しいですね。ゴールドのあれですかね、塗装するときに接着面がひっついたんでしょうかね。
初めてですね。厚みはどうかな、もう少し入れれそうですね。私は手帳が厚くなるのが好きなので、ガサッと多めに入れましょうか。これですね、こちらがパラパラめくれません。新しいものを入れると気持ちがスーッとします。色はですね、アイボリーですね。非常に綺麗な色合いかなと思います。そして罫線が茶で印刷されてますので、アイボリーに茶っていうのが、なんかシックに感じていいですよね。昨日はちょっと都内を散歩してきたんですけども、昨日ですね、ちょっとこちら、豊洲にある、千客万来というんでしょうかね、ところに、行ってきました。温泉ですね、非常に楽しみにして、行ったんですが、本当にこういう雰囲気で、ここまでは雰囲気は良くなかったですね。こういう街並みがあったんですね。で、温泉がこういうビューが見れて、非常に期待が大きかったんですが、その時のちょっと感想を書きたいと思います。豊洲読み方が間違っているかと思いますけど、千客万来、あ、合ってますね。メインは、スーパー銭湯、温泉ですね。ここの温泉はですね、1日にですね、温泉をわざわざどこからから取り寄せて、入れているそうです。なので、豊洲ですけれども、いい質の温泉だということですね。で、まず温泉に入る前に先ほどの、お店ですね、ショップ、お店を散策したんですけども、もう少し、普通のお店が、見れるかなと思ったんですけども、ほとんど食事どころが 95% ぐらい占めていました。なので、食を味わうというのであれば楽しめる通りかなと思うんですね。で、街の雰囲気、昼間より夜の方が雰囲気はいいかなと思うんですけども、にぎわいはありましたね。ちょっと私がイメージしているにぎわいとは違ったので、あまり
私はこのショップっていうのは楽しめませんでしたね。そして、メインの、温泉も本当はこれは、ずっと昼の時間帯はこの食事どことかお店で楽しんで、夕刻から温泉で、期待していたんですけども、なかなか日が長く伸びてますので、もう4時ぐらいに入りました。もちろん、屋上、9階かなには足湯があってですね、まあ、ビューを見ながら楽しめるという足湯ですね。ここもやはり、まあ、ホームページもそうですけども、夜景を見ながらの方が最高でしょうね。で、9階、8階が客室かな。泊まれるんですね、ここホテルとして14,700円からという表示でしたね。で、7階が、フロントでした。で、6階に、温泉があって、そして234かな、ちょっと回数は忘れましたけども、ここにも客室とリラクゼーションルーム、ここちょっと行きそびれたんですけども、まあ私はですね、結構このスーパー温泉というのはいろんなところに行ってまして、まあ、関東最大級のところ2箇所行きましたね。で、熊谷の方と、都内の方、まあ、両方行って、まあ、楽しんできたんですけども、やはりそういうのと比べるとですね、ちょっと格下かなと思いました。まあ確かにこのホテルがついているっていうので、ホテルの、温泉、ホテルのショップっていうのであれば、まあ、楽しめるかなと思いましたね。私が行った時も結構、宿泊者の方が、多くいらっしゃいましたね。そして中の、温泉はですね、まあ、先ほど言った通り、もうちょっと期待が膨らみすぎっていうのが、これはちょっと反省点ですね。期待がですね、まあ都内でしかも、高めなんですね。なので、期待が大きすぎて、よくありますよね。実際行くと狭かったりチープだったりしますよね。これが、結構勝手に想像していました。高いイコール豪華かなっていうのが、これが反省点ですね。もう少しゆったりできるかなと思ったんですけど、結構この温泉はすぐにもう出てしまいました。その後、伊東屋さんで気持ちを切り替えてですね、ゆっくりと、楽しみましたね。そし
って、その後原宿に来ました。結構行動範囲は広げてますけども、新しく行けた東急プラザ、皆さん行かれますでしょうか。ショッピングモールなんですけども、結構面白いデザイン的な作りをしていて、こういうまあ考え方もあるかなという感じですね。建物の外観を見ますと、ガラス張りでいろんな構成でこうガラスでできていて、原宿のメインの交差点のとこですね、角地。そしてここはですね、本当に森みたいになっていて、ずっとこう歩けるようになってるんですよね。非常に気持ちよさそうな場所でしたね。で実際ここに行くと、ここから、非常に美しいビューが見えますので、皆さん写真を撮られてました。最近のこういうショッピングモールというのは、空洞化が少しずつなってますよね。なのでここの入っているショップというのは本当にそういうアパレルとか雑貨屋さんとか有名どころではなしに、本当に小さなお店が点在していて、で多分縮小すること、まあ、スペースを縮小することによって家賃も少ない、で売り上げコストを下げれるというのもあったのかなと思うんですけども、小さな店の構成で、プランニングも非常にそういうグリッドではなしに何かこう自由な形になっていました。またカフェスペースもそうなんですね。カフェスペースも、もう本当に広場みたいになっていて、室内ですけども自由に座れて、そして、まあ、どっかにドリンクサービスがあってカフェを飲むと、もちろんここのテラス席もたくさんあって、ちょっとこの日は、夕方寒くなっちゃったのであれですけども、椅子テーブルで楽しめます。まあ、今までにないショッピングモールの作りなので、ちょっと考えさせられる部分がありましたね。ゆっくりと知ってきたかなとは思います。なかなかやはりこの紙はすごく上質な紙で気持ちがいいですね。はい、今回はリフィールを購入しました。これは一つのものですね、ずっと愛用するというのも非常に心地よい、感覚なんですね。まあ、ペンもそうですけども、本当に気に入ったペンをずっと使い続けるというのも、そうですし、カメラもそうですね。カメラも、本当に気に入ったものをずっと使い続けて、そのカメラと一緒に、まあ、カフェで過ごしたけども非常に楽しい時間が続いています。今回、まあ、お休みで、少しちょっとゆったりした、時間を作っていきました。この仙台万客でしたっけ、まあ、こちらですね、あまりおすすめはしませんというのも、まあ、金額も高めで、ちょっとクオリティもちょっと低かったかな。そして中に入っているレストランもですね、まあ、あまり良くなかったんですね。ちょっとまあ期待が大きすぎるというのは皆さんも、経験したことがありますけども、期待が大きすぎてあれダメですね。どうしても、こういう空間だろう、こういう温泉だろうと思って、ワクワク度が高まりすぎて、ちょっとその差がですね、下回った感じです。そしてその後、まあ、リフレッシュするために伊藤屋さんにちょっと寄って、で、まあ、リフィルがないことに気づいて、ちょっと購入しました。このリフィルやはり心地ですね。この安定感でしょうかね、確認心地の、心地よさ、紙質の上質な感じの方がいいですね。そしてその後、まあ、これは仕事の一環でもあるんですけども、まあ、新しく東急プラザさんができましたので、そこをちょっと見てですね、まあ、ショッピングモールっていうのはどうしてもこの空洞化
やはり、収益が成立しないとね、空洞が激しいんですけどね。まあ今回はこういう作りをしたかっていうことで、まあ、勉強になりました。まあ、しかし、まあ、ほとんど海外の方が多かったので、海外の方がまあこういう多いケースの場合は、まあ、本当にこれでいいのかどうか、私だったらこういうプロデュースするんじゃないかなと、ちょっとふと考える時間にもなりました。皆さんもですね、まあ、いろんなところに、行ってみてどう感じるかっていうものを、また書き留めるっていうのもいいかもしれません。ぜひ皆さんも素敵な休日を楽しんでみてください。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で。